間違えちゃった、こんばんはだな、こんばんは、またまた戻ってきました、ハートありがとうございます。ありがとうございます。それなりにかけたようだってくっつき虫、おうおう、このこれ、これこれみんなも練習して、なんか聞かえる、春の歌、こんばんはBGM 付き配信、こんばんは。そう、何しよう。さあ、足投げた。お願いします。さあ、お願いします。ハートありがとうございます。はーい。どうしよう。何する？ハートありがとうございます。ちょっとお茶飲むね。髪の毛濡れてない、だって踊ってないから、汗かいてないとちゃんと、ね、いつもこれ、かいわれくんって何？お願いします、お願いします。50回理解にありがとうございます。カウントもお願いします。そうです、あ、来年の方法を考える、いいかも。来年の抱負ね、何にしようかな、難しいな。でも、高校生になるから、そう、もうちょっと頑張る、大人になるそうなんです。すごい星、ありがとうございます。みはるさんに聞く、かいわれくん、かいわれさん、かいわれくん、さんくん、くん、こんばんは。そうですね、ハートありがとうございます。そう、大人になりたいの、すごい13歳とか言われちゃうからそう、ハートありがとうございます。そう、あの星投げしていただくときは、あの SNS の Twitter と Facebook を、あの、なんだ、連携をしていただけると、その、そうじゃないと、あの、なんだ、あのポイントが意味なくなっちゃうので、していただけると嬉しいです。ハートありがとうございます。そう、なんか、そうなんです、こんばんは。ね、どうしよう、何しようかな。でもな、あのね、さっき一瞬ね、カラオケしようかなって頭をよぎったんだけど、光の速さぐらいの速さで、でもちょっとね、今考えてるハートありがとうございます、ありがとうございます。はい、フルタテ頑張ります。あ、ねえ見て、さっきとね、変えたの、これ、見て、ね、みんな見て、見て見て、これ書いてあるじゃん、これね、ここ濃くしてね、これね、書いた、東京都出身って書いたそう、そう、あ、頑張る、あおちゃん頑張る。でもなんか、こういう
絵とかなんかこういう描くのがすごい苦手なんですよ。そう、いつもなんか考えちゃう。なんか多分そう、デザイン力がなくて私の生誕すごく、うん、そう、平日とかてかもうポニーテールしかしてないかもしれない。髪の毛長くなったの。あ、でもね、この前10センチ切ったんですけど、結構10センチ切ったんですけど、すごい10センチ切ったんですけど、全然短くなってない。しょうがないか。でもなんか三つ編みするとすごい短くなっちゃうから、これぐらいがちょうどいいのかな見てそう、これあのポニーテールこれポニーテールだよ。ハートありがとうございます。そう、50ブロックリカにありがとう、嬉しい。見てポニーテール、ありがとうございます。すごい、ハートありがとうございます。うん、どうしようかな。じゃあどういう書きする。あ、すごい、音符ありがとうございます。じゃあメンバーの似顔絵描いていくね。どうしよう。ねえねえ、メンバーのさ、あれ書いてほしい、メンバー行ってってほしい。すごい、ありがとうございます。こんばんは。え、ひなたさん、あ、そういうことか、ひなたさん来たのかと思った、びっくりしたじゃあひなたさん書く。え、ひなたさんの顔でしょ。あ、ちょっとこれ見よう。お手本が、お手本見つけた。うん。いくよ、ひなたさん。今ひなたさん書いてちょっとダメだ、上手に描けないな。ダメだな、ちょっとこれは見せられない。今仁義なき戦いのひなたさん書いたんですけど、見せられなかった見てさらちえ、似てる？似てない。え、わかる？これ何かわかる？わかんない、ゴリラ。
これひなたさんの仁義なき戦いのモザイクかける、あのポスターのやつモザイクえ、違う、仁義なき戦いのポスターのあのこれ、こうやってやってるやつ、このこの部分でも多分もっとあのアイドルの日向さん描くとこんなになんないけど、このこれの日向さんなのね、みんな分かって、そう、そういうことです。いや美術めっちゃなんか成績いいんですよ、4とかだった4だった美術。でもその時は彫刻刀だったから、だるまありがとうございます。彫刻刀だとね成績がいいんです。なんでか分かんない、夜ご飯いいな、何食べたの、書きそうなメンバー、なんかあのお手本見れば書けるんですよ、お手本見たら、お手本見たら書けるけど、その本人を目の前にして書いたりとかできるけど、そう、そのなんだ、その考えて書くのが難しいんです。サラ書く？サラ書けるかな？書いてみるね。こっちに書こう。これ大きいな。あおちゃん、ありがとうございます。あ、見えにくきゃそうだ。じゃあサラ書く？ハートありがとうございます。サラの書くポイントのコツはね、これサラわかる？サラだよ、眉毛がポイントちゃんと書いて、ありがとうございます。わかる？すごい、ありがとう。ありがとうございます。ねえねえ、何する？ミクリス、どうしよう、なんか歌おうかな。え、なんか歌おうか迷う。どうしよう。迷う。でもさ、オンチだからさ、やだなオンチだからやだ、どうしよう。でもな、なんかな、そう、ちょっとあと10分考える。高井かおちゃん、そう、あ、実は東京都出身なんです、みんな覚えて、東京出身、くちきむし、ここだテン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 、ハテイサクタトイズウエツカンネー、眉毛が見えちゃうな、ちょっとな。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。だるまの真似しよう。ちょっと難しかった。青のお悩み相談室するじゃあ。青のお悩み相談室。じゃあ青のお悩み、青ちゃんお悩み相談室を今から開きたいと思うので。はい、あのですね、お悩みをみんな言って。室長。
日曜日の昼公演ありがとうございます。待ってます。それもありがとうございます。お悩み相談室ね、どうしよう。そうね、名札、あ、でも名札ついてた方が覚えやすいかもしれない。覚えやすいです。でもなんか例えば、なんか例えばその今日公演があったとします。今日公演があって、なんかその時になんか、あ、お見送りとかで話してくれた、あーって言ってくれた時の感想なんかのこととかを755とかのコメントで書いてくれると、あ、この人この名前なんだとかだって、次の会った時に読めたりするので、そういうのでも全然合うわ、大丈夫です。でも名札あっても全然覚えられます。 OK。 運動するとすぐ前髪がお風呂上がりみたいになるんですか。そうですね、それは青も分かりません。分かりません。そう、分からない。青もでも多分前髪は、前髪の巻き方に問題があると私は思う、青のことは。身長伸ばすにはですね、それは多分私に聞いたらわからない。でも青は寝ることとカルシウムを取ること。さあ、こんばんは。握手、握手本当に何でも全然大丈夫です。なんか今日はどこから来たよとか、今日は朝の何時に起きたとか、今日は昨日の夜なんか食べたよとか、青ちゃん好きだよとかでもいいし、それはあるか分からないけど。そう、あとはなんかこの前の子は良かったよとか、全然何でもお話ししましょう。そうね、ありがとうございます。そう、でも握手会って本当に楽しいから、握手会、そう、あ、でもなんかコミュニケーション能力がですごいあれなんですけど、握手会はすごい合う、話してるかわからないけど自分の中で楽しいから。あおちゃんさんって24日会えるかな、会えるかな、どうかな、どうかな、どうだと思う。でもなんか握手券の、でも多分それは青が頑張、なんか青が頑張る、頑張って、なんかその握手長さというより短くても、そのなんかその人の中に残る握手ができるように今も頑張らなきゃなって思う。うん、って思うから頑張る青。そう、24日平日なんだよね。そうだそうだ、クリスマスイブだよね。おちゃんサンタは、おちゃんサンタはプレゼントブロッコリーですね。あのブロッコリーを届けに行きますよ。パッ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 。あおちゃんのサイリウムありがとうございます。青のサイリウムは黄色とオレンジです。そう、黄色とオレンジ。あ、ありがとうございます。待ってます。そうね、年末、でも年末、まあ、確かに、でも忙しいかもしれないけど、なんか忙しくても、忙しいから辛いじゃなくて、忙しいからこそなんか、なんか他になんか得るものもあるんじゃないかなって思う。
確かに青ちゃんを最優先にしてどういうこと、それってどうなんだろうね。え、でもなんか、え、あの青は嬉しいです。でもなんかそのちゃんとなんか青のことも考えてくれるのはすごい嬉しいけど、たまにはあの自分のあのこともちゃんと、はい、でもあの嬉しいです。青の視線、あ、いつもありがとうございます。大人やね、大人かい、青、青大人、青大人、プラシシコ青ちゃん、あ、プラシシコなのかな、でも多分ネガティブなんだよね、わかんないけど。え、いいよ、お祝いしましょう、握手の時、ハッピーハッピーハッピーバースデー、イエーイ。50カウントありがとうございます。皆さん星投げたカウントお願いします。青の生誕ティー、いつでも来ていて、あのお家の中でもあの普通に握手会とか公演とか、あのでも多分外に来ていくのはあの辛いかもしれないので、あのお任せします。でも来ていただけるだけで嬉しいです。ありがとうございます。頑張ってね、頑張るよ、頑張ります。24日の近い、あ、お祝いします。じゃあ、あの、そうですね、そう、お祝いしてって、って了解す、了解です。そう、やっぱりなんかくっつき虫って大きく書いてあるから、なんかみんななんか青のデザインセンスの問題で。誕生日おめでとう、1月、来年だ、すごい、2020年だよ。え、そうなの、すごい嬉しい、お仕事でも来て、くっつき虫。カウント管理ありがとうございます。カウントお願いします。うちの店には、そうなの、嬉しい、親子で来て、じゃあパパとパパとママと、あの娘さんと。そう、青なんか生誕、青の自分の生誕って2個持ってて、おじいちゃんにあげようかなと思って、おじいちゃんなんかに青の生誕って似合いそうだなと思って1個あげようかなと思ってる。生誕 T シャツできて、そうなの、すごい、青の生誕ってすごい力があるのかもしれない。みんなこれはすごい情報だぞ、青の生誕って着ると。あ、でもこんなこと言って、なんか生誕って着てそんなことなかったらちょっと良くないから言わないでおこう。セタンティア、そうです。でも本当に、でも多分あの前回の反省を生かして2020年の8月の生誕 T シャツはもっと改良していけるように努力を努めてまいります。え、握手会行くよって言って、嬉しい。一旦試したいから誰か生誕ティー貸して。それいいね。みんなじゃあ青の着てなんかやってみて。どれもありがとうございます。でも多分本当に青の生誕ティー、くっつき虫とか書いちゃってるから、なんか、ありがとうございます。握手会待ってます。どれもありがとうございます。でもなんかこんなこと言っちゃったけど、本当にそんなことないかもしれないので、あんまり、そうですね。27分、今次の。1時2分までだ。
受験は楽しく頑張って受験あもう頑張る。犬はなんか男の子用に使えたらしくて、もうひげがもうボコボコ。星なぎかにありがとうございます。みんな星なぎとカウントお願いします。そう 10位台には行きたいなって思ってます。頑張ります。頑張る。どうしよう。アイスありがとうございます。そう、うん、生誕って来てくれる人増えるといいです。あとでも最近あの公演の時とか青のサイリウムを振ってるくれる方がすごいあのよく見てくださることが増えたので、すごいそれが嬉しいです。こっちもサンタ、お揃いだ、サンタさんだ。いいとね、シャオちゃんが一番、本当にありがとう。どっち？ジェリービーンズ？クラスメイト？どっちかな？そうね、そう、黄色い T シャツ、そう。ありがとうございます、ギフト。なんだこれ？クリスマス、クリスマスベル。クリスマスプレゼントか。そう、サンタさんですよ。そう、頑張らなきゃいけないこっちなので頑張ります。そう、あ、カウントしてくれてる、ありがとう。みちゃんかも、ありがとう。ねえ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 、ハートありがとうございます。嬉しい、ハートありがとうございます。ねえ、みんな何か知ってる？青のお寿司のブロッコリー。あ、誰もありがとうございます。なんだと思う？答えは縁側でした。縁側がすごい好きです。縁側大好き。そう、でも全然なんか縁側だけ売ってるところがないんですよ。普通にスーパー行っても縁側だけって売ってなくって、そうだからお魚屋さんのとこにしか売ってない。縁側ってさ、カレーと似てるの。カレーヒラメか。カレーとヒラメ間違えてた。ヒラメだ、似てるんだよ。カレーとヒラメだ、間違えちゃった。もう覚えた。クマさんありがとうございます。クマさんパッ、クマさんパッパ、サメ、あなたもありがとうございます。あ、年賀状書いたりする？年賀状は、年賀状書いて、ね、去年あんま書かなかったかな。一昨年くらいに。でもなんか学校の子とかとはバラありがとうございます、あの、や、交換したりするかな。そう、そうね、そう。でもなんか多分あの
それに幼稚園の頃のお友達とか小学校の頃のお友達とかから来たりすると、来たらあのお返しします。お返しっていうか、青があの来た子にあげてるみたいな。そう、ハートありがとうございます。50カウントありがとうございます。頑張ります。そう、でもなんかその年賀状って家族で作る、なんだろう、写真とか家族の写真とかをなんかレイアウトパソコンで作るじゃないですか。作るんですよ、あの古舘家は。なのでその作るんですけど、その作る時は好きパパとママとニアンと青で4人で相談してやるそう、なんかすごい昔の写真とかホームビデオとか見るのすっごい好きで、そうすごい見てる。みーやん最近みーやんに会ってないぞ。そうみーやんね、みーやんのお下がりが欲しいな。みーやんのお下がりだいたいレッスン着にしてるんですそう、ニヤニヤ申し訳ないけど実はレッスン着にしてる。多分見てないから多分見てない。若干ずれてるんです。ニヤニヤ痛い。大きく、なんか大きい方が好きで、パーカーとか、パーカーとか大きいのしかもらわない。パーカーとか普通になんか半袖ですごい長いやつとかやってきて、ワンピースみたいになっちゃうけど、チカナといつも、なんかあのユニター KMC の内容とかを あそこで喋ってて頑張ろうねみたいな、ユニタイゲームシーンについて最近も喋ってます。そう、研究生会クラスメイトです。いいや、相変わらずなんか、あ、そう、次青が東京帰った時に一緒に遊びに行こうって青が約束した。もう連れてってくれるかわかんない。いいや、気まぐれ屋さんだから。みーやんと5歳差です。5歳、青が小学校1年生の時にみーやんが小学校6年生だった。今は20歳です。36分、ありがとう。そう、ダボダボすごい好きなんです。ダボダボ大好き。ひなたさん大好き。ひなたさんかわいい。いつ見ても可愛い。いつ見ても大好き。いつ会っても大好き。なんてチカナ、多分まだチカナなんです。でもの絶対に抜かしたい。悔しいから。ニーヤン何型？わかんないです。わかんない。でも多分青と同じ AB 型だと思う。今日負けで、あ、今日負けありがとう。そう、今リクエストアワーの投票かなが、あの、あるので、はい、あるので、皆さん、あの、ぜひ研究生の人の今日は負けでもいいよ一緒に応援していただけると嬉しいです。ニーヤンから私でも、あ、そう、それなんかいたんですよ、連絡したんです。私にはもう大人だから青にお年玉くれるのって聞いたら、なんか10円くらいならあげるって言われて、でも10円ってなったそうもうちょっとはって言ったら、で100円はって、まあ100円だったらまあなんか買えるかなってそうねニーヤン隠れてほしい。確かに
そう、オーディションのショールームの時とかミヤめっちゃ見てくれたそう、なんかオーディションのショールームの初日、一番最初の初日に配信する前に、普通のショールームの画面じゃなくてカメラの画面につけてショールームの練習させられてちゃんとコメントを読むときはその読なんか返すましたニヤに。リカさんが嬉しい、リカさん大好きなんです、優しくて可愛いから。そう、リカさん、リカさんに会いたいよ。そう、私の前頭抱えないで困らないで。そう、今日負けお願いします。マックスと気仙沼緊張します、なんかめっちゃ緊張する、なんか、うん、そう、すっごい緊張する、ま、うん、まだ緊張する、なんかやっぱり先輩が後ろにいるのがすごい緊張する。モブメの平人いつも読んでるよ、嬉しい、ありがとう、いつも読んでます、毎日読んでる、多分普通に1日1回以上とか3回ぐらい読んでるくらい、そう、なんかそう嬉しいコメント見ると、でも全部嬉しいんですけど、すごい何回も見ちゃう、すごいなんかあもうダメだーと思った時にメールの返信見たりする。漫画あんまり、漫画はあんまり読まないかな。何読んでたっけ、でもなんか何読んでたかな、なんかいっぱい集めてた、なんだっけ、わかんない、でもなんかすごい続けて読めなくてな、漫画が。そう、大好きだってありがとう。嬉しい。なんかわかんないけど、もうちょっと頑張りたいなってすごい思う。うん。漫画でもなんか一回歴史がすっごい好きで、いや今はあんまりだけど、中学生の時。今も中学生だけど、中学1年生とか小学校6年生とか5年生の時にすっごい歴史が好きだったから、パパが歴史の漫画を16冊一気に買ってくれた時があって、ずっとそれ読んでた。明日カラオケ配信しようかな、それか今日の後でやろうかな、今日の4コマ目。そう、そう、歴史好きなんですよ、面白い。カウントありがとうございます、カラオケ大好き、本当に。じゃあなんか青にこれ歌ってって言って、青に。日本史です。まだ世界史は入ってないかな、習ってないです。そうか、反対側だからって、そう。でも今一番好きな教科は理科、理科が好き。今日もマブミ送るよ、待っててね。そう。スカヒラ歌う？いいよ。スカヒラ歌う。あ、ペンどこやった？でも日本史どこだろう、でもなんか本当になんだ
でも普通に超普通に弥生時代とか縄文時代とか全然好き全然好き。なんかもうそこら辺なんかそのまだ本当にあったかわからないっていう そういうところが好きなんです。なんかそうえグーの音いいね。グーの音いいな。あマックスもいい、ね、でも中3今割り当てるんですよ。なんだっけ公民、公民やってる。あれちょっと難しい。ジェリービーンズ、ジェリービーンズいいな。大きもでもあれリハの時傘持ってやってたんです傘持ってやってた。推し時代、推し時代。え、なんか公民今やってる、公民やってる、公民サスティナブそう公民、公民でも漢字もすごい好き。漢字を覚えるのがすごい好き。そうわーかままな流れ星ムーミンキャキの曲が好き。あーキャキの曲いいよね。キャキさんのすごい、そう不協和音の時のあたりがすごい、すごいなんか不協和音の46ショーをめっちゃ見てて、もうここでどのメンバーさんが抜かれるとかすごいめっちゃ覚えてたくらいめっちゃ見てました、うん、あそうそう勉強配信しようかなって考えてて、それ勉強配信いいかな。でもすごい勉強配信したら黙々ってなっちゃうんだけど、それはねちゃんとみんなとそうこれどうやるのってやるそうワカメとプライドいいね。ワカメとプライド、そうみはるさんとわがままの流れ星。そうなんかそう冬休みね宿題多そうなんです。ハートありがとうございます。そうそうなんですよ。ハート型ウイルスもね、あぜひぜひ。あ25位に下がっちゃった。頑張ります。皆さん虫投げとカウントしていただけると嬉しいです。すいません。そうハート、あーハートありがとうございます。冬休みに課題あるんです。そうハートありがとうございます。すごい100個ありがとう、ありがとうございます。桜の木になる、桜の木になろうの時にすっごい、いつだろう、幼稚園の時くらいかな、めっちゃ覚えてるんです。桜の木になろう好きだった。そうありがとうございます。ハート嬉しい、ありがとう。本当にごめんなさい、なんかこの青がただなんかごめんなさい、なんか長くなりそうだからやめる。たくさん配信見てください。見てみんな、なんか歌って、何歌う。そうドラマめっちゃ感動した、まだ覚えてる。あの時あのドラマ全然めっちゃ記憶にある。クマありがとうございます。ありがとうクマさん、うん、ハートありがとう。ハートだよハート。パッでも手が短いからわかんないです。パッパッ
初見ありがとうございます。古舘葵です。これです。古舘葵です。カウントありがとうございます。好き止まらんだって。止まらなくていいよ。ハート、指ハート、指ハート。あおね、これすごい上手に作れるんだよ。見て、ほら上手。12月のカンガルー、いいね。そうそう、すごい。あ、もうアイドル大好きも。あ、すごい、23人やがった。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。でももっと頑張ります。トマさん、ありがとうございます。聞いてみる。でもなんか知ってる、知ってる、知ってるは知ってる。目でハートってどういうこと？こんばんは、ハートありがとうございます。50ブロッコリー、カリありがとう。50ブロッコリー、50ブロッコリーありがとう。あのさ、下の配信でさ、後ろの背景につけるさ、なんか絵とかさ、やりたい。神顔、神顔、がよし顔。買う時間あるかな、明日。え、この前のアクシのセットリストいいね。ハートありがとうございます。あんまりアニメ見ないんです。そう、あんまわからない。ハートありがとう、嬉しいです。ハート、壁に見舞いにがい。ハートさん、ほんとに？でもあのハテンはさ、あおすごいご存知の通り、あのお絵描きが苦手なので。ハートありがとうございます。ハート投げちゃうぞ。ハートありがとう。ハートだよ。歌とダンス、うん、どっちかって言ったらダンスかな。でもどっちもあんまり。そう、とてもとてもあの、そう、ピアノやってたけど歌が上手じゃなくて、ママに心配されちゃう、いつも。ふーちゃん、お歌どうなのみたいな。え、すぐみさんからもらったみかんを食べた。美味しかった。運動神経、わかんない。ハートありがとう、すごい。ハートありがとうございます。で、これどうやったらさ、なんかハートの見つけ方、なんかどうやったら発信なるかな。ハート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 。みかんでね、爪が黄色くなった。どれもありがとうございます。あ、体多分柔らかい方だと思う。え、カイレと青の残酷の雨見たい？え、できるかな。でも残酷の雨すごい大人っぽいよね。推し編、そう、推し編、本当に嬉しい。推してください。ダンス配信できるかな、できるかな。何を歌ってほしい？ハートありがとう、嬉しい。ハートだよ、ハートだよ、ハートだよ。見て、ここにほくろあるの。これ消えないんだよ。隣のバナナ、隣のバナナは好き、見つかない友達はつまらない。あたりがとう。おいしいバナナになれますように。
下の名で、あ、いいね。下の名で、リカちゃん大好き、リカさん大好きだよ。公園で、公園でリカさんとポジション、ポジション覚えるかな、覚える。そう、ポジションいっぱい。これいいかな。これ。すごい、でも2シュートカウントだけでもすごい嬉しいです。ありがとうございます。そう、今充電が 20% くらいになっちゃったので。背景はブロッコリー色だよ。黄緑。古舘葵です。これ、古舘葵です。古舘葵です。15歳です。古舘葵です。どれもありがとうございます。どれも。古舘葵と申します。すごい画数がカクカクしてるんですけど、覚えてほしいです。はじめまして、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートもありがとう。覚えました。覚えて、ちゃんと覚えてね。ファンのこと覚えて。ハートありがとう。青春だっけ。春の制服スカートいいらしい。クマさんありがとう。青たんどうも。青たんだよ。そう、青のサインはこれなんですよ。書けるかな。青のサイン、葵の漢字なんです、これ。葵の漢字をね、葵の漢字をね、こうやってね、これ草冠、これ葵って書いてある。そう、ニーヤンと考えた。かわいいね。おはようございます。ありがとうございます。あ、元気だよ。初めて知りました。そう、あおいって言うんです。そう。でもなんか、そう。あんまりサインっぽくないかなと思って。どう思う？青のサイン。すごい、20位まで。あ、21まで。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。いいサインだと思う？ありがとう。お料理ね、あれで見ればできる。お料理は、なんだ？レシピを見れば。あ、一応もう、あれだったんですよ。クッキング部に入ってたんですよ。お料理部、前。でもなんか、あんまりすごい頼りにされなくて、頼りされなくて、ドレッシングしか作ってなかった。星投げてありがとうございます。星ありがとうございます。そう、嬉しい。青の名前も、あ、覚えますので、記憶の頭の脳みその隅っこにでも置いといていただけると嬉しいです。青のボール持って、本当に嬉しい。ありがとう。ありがとう。そうね、そう、頑張る。嬉しい。もっと頑張ります。頑張る。あおちゃん来たー、だってあおだよ。ハートありがとう。ハートありがとう。そう、日曜日の昼子いいよ。応援してる。ありがとう。頑張る。頑張ります。ハートありがとう。あ、本当だ。私も青ちゃんだって。青だよ。そう、葵です。葵と言います。そう、五代持ってんの。そう、記憶の頭のこ
ここの中のここら辺の隅っこに置いといてほしいです。応援してください、ありがとうございます。レス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 。もうすぐ始まっちゃう。え、本当だね、みんなさ、おがさ、あ、でも8時2分になったら、3分になったらまた始める。あおちゃんだよ、ありがとうございます。みなさん、はい、あの、よければあの拡散などとか、あの、星投げ、あ、しないもの、のすごい嬉しいので、あの、はい、嬉しいです。うん、すごい嬉しい。あの、もう、あの、頑張ります。うん、私ちょっと撮ろうね、撮ろう。そう、ライバルが多いんです。頑張る。あ、隅だとあれなので、じゃあ真ん中の、じゃあここら辺とかにでも置いていただけたら、このここら辺です、ここら辺のとこに青の名前と顔を覚えていただけ、もうすぐ本当に20人、ありがとうございます、嬉しい。あ、次の配信のスケッチブックね、あと次の配信でお願いします。後で書く。そう、頑張る。でもやっぱり楽しい配信にしたいから、それを頑張ります。そう、そうね、マイペースで頑張ろう、頑張ろう、楽しみましょう、楽しむよ。そうね、ハートありがとう、ハート、ハートを上手に、いかに上手に作れるか。好きなのよ、だって、ありがとう。おちゃん先生かわいい、ありがとう。おちゃん先生、ハートありがとうございます。ありがとう。さっきも何時だ、2分になったら、2分だよって言って。あ、もう今時計見てるけど、ありがとう。そう、今日さ、もなんかさ、眉毛が見えちゃうんだよね、しょうがないか。そうね、かわいいだって、ありがとう。ありがとう、はじめまして、ありがとうございます。古田葵です、お願いします。次の日大丈夫です、ありがとう。青の MC 仕切りが好き、本当に嬉しい。じゃあ、あの、もうちょっと面白くなる、なんかもうお腹がはち切れるくらい、あ、2分だ、なるくらい頑張ります。2分なんで、またじゃあ3分になったら始まるので、皆さん前に来てください。バイバーイ、よいしょ。